はい、お疲れ様です。マピーです。もうすぐやっていくんですけども、最近1日だけ動画投稿休みました。というのもね、基本的には毎日投稿しているので、まあ、休みたくないし、1日1本はね上げたいなと思いながら過ごしているんですけど、ちょっとその日はどうしても野暮用があったんで、まあ、野暮用というとちょっと匂わせみたいになっちゃうんで、後で靴下の画像でもツイートしようと思いますね。まあこれは匂わせ違いだなってことで、今のは冗談です。はい、今日はねこんな感じです。今チャンピオンシップ開催中なんですけど、チャンピオンシップね、カップ戦の結果が、この間のカップ戦がね、これベテランってのもあって、自分が310ポイントのスタートなんですよね。基本的に全部コンテンツねしっかりやってたら350からのスタートだと思うんですけど、でしかも1戦目から負けてしまうっていうこともあって、もうこれはダメだってなったんで、チャンピオンシップはまた見送りです。はい、俺もシーズン末に帰ります。チャンピオンシップね、動画、まあ、見たいって人いたらやりたいけど、まあ、多分やんないかもな。まあ、言うてシーズン末と変わんないんでね、ルール的にはファーストラウンドはね。ってことで今日やっていくのはこのシアンじゃないわ、もうシアンって言っちゃって、このデッキ名から間違えて、ギルガメルベシアンってね書いてあるんですけど、これがね、現環境で使われている、まあ、召喚デッキじゃないですか。ギルガメッシュメルベシアンって、まあ、全然環境で見るじゃないですか。ただね、ウィブサニアが見ないんですよね。ウィブサニアもね、召喚で、まあ、転結展開っていうところでね、くさびの展開力なかなかのものなんですけど、まあ、使われない理由としてはやっぱりディートリヒリーダーに強力な駒が多いからですね。フェイルノートとか神ブランジェッタとかヒロユキとか、あの辺がねディートリヒリーダーで強いっていう話なんで、まあ、やっぱこの、そうですね、召喚するのがマゴマっていうこともあり、なんやかんやウィブサニアってね、なんか相性のいい駒ってあんまりいなくてね、あんまりいなくなっちゃったんですよね、ウィブサニアにとって相性いいなみたいな駒なんですけど、まあ、これをあえてね使っていくと。で最近出たんですよね、それがシェムキリーなんですよ。このシェムキリーがエイプリルの駒なんですけど、くさび3本以上で2000回復に、まあ、コンボがね、自分の神駒っては書いているものの、くさび3本以上という発動条件で、ウィブの2手目から打てるんですよね。先行でウィブ出してから2手目から打てる、相手にくさび踏まれなかったらね打てるっていう話なんで、まあ、本当そこだけの話なんですけど、それを見てね、俺はウィブを使いたくなったんでやっていきます。はい、全然これディートリヒでも使えるんですけどね。で同じ感じでディートリヒリーダーにメルカバーが入らないのはこういう理由なんですね。3手目からになっちゃうんですよ、メルカバーを出すのが。ただその点、ウィブサニアにおいてはね3手目からにならないんでね、そこが強いところということで、お願いします。さあ、おっと、ヒュプか。はい。ちょっとこれ、ランカーっぽい人だって気をつけましょう。あとね、このね、あれなんですよ。ウィブの弱いところは、2手目 X なんですよね。X に対して非常に弱い。それが弱点かな。まあ、シアンにも言えることなんですけどね、基本的に召喚デッキってね、X に弱いんですけど、ウィブは特に弱い。メルベとかギルガメとかは X に強いんですよ、本体のコンボ強いから。ただウィブはねコンボスキルがあれなんで、ちょっときついよねって感じなんですけど、まあ、そこを乗り越えていきたいところではある。でくさび5本以上だから、これちょっと B さんからいきますか。相手ヒプノス対面ってのもあるし、でこれで先に団長を出すことによって、相手の右上 X に対してウィブのコンボが発動できる状況になるんですね。なんでそれは F2 に打ってくると。オッケーオッケー。でも団長は残ってるし、くさび展開もおろそかにはしていない。でここはマカミとか出しといてもいいんですけど、マカミとか出しといてもいいですね。マカミ出しましょう。なんでマカミ出すかっつうと、相手の E4 のオッケー、この E4 のねくさびを消しておくのが大事なんですよね。それが一番効率よく攻められるから、まあ、くさびをね盤面にたくさん残して削っていくっていうのもいいんですけど、自分のプレイスタイル的には転結使うときは相手にくさびを踏ませたくないんですね。それで100ダメージ減ってしまうってなんかもったいなくないですか。俺はもったいないなって思っちゃうからこうするんですけど、ちょっと考えます。パッと見可動意識安牌ではある。で右下展開なんですけど、あれ多分さやかなんだよな。まあ、いや一旦これ出しといて、まあ、ワンチャンさやかじゃないかもしれないけど、さやかではありそうかな。 OKOKOK 回復入れて、まあ、落ち着きましょう。安定行動しとけばなんとかなります。で、このデッキはヴィーナスが入ってるから、ヴィーナスうまいこと使いたいとこではあるよ。さあ、これ買っていく。で、ここで、まあ、D6 マカミ打ったことによって、右上の穴駒、そこまで怖くない状況にできてるのは非常にいいですね。で、一旦ここはラサス行きましょう。雷撃でどんどん削っていく。よし。で、かゆくれて。OKOK。いい感じ。ただ結局ねトゥルラとか来たら結構きついんですよね。ただトゥルラ持ってたら今のタイミングで打てそうなんで、持ってると
タイミング悪いなマジで。まあ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 、まだ終わってない。ここの日さ、バイセで回収できそうだけど、これ正直回収してる暇なさそう。俺の HP 全然ねえから、これちょっとバーストバリア張りつつボルトヒールで耐える方向性ですね。どうせ削る、多分ダメージ勝負だと勝てないんで。だ手駒に特殊が固まりすぎてるから、このままだとやばいんですよね。んでこれで実際バイセ出ちゃうな。痛えな。あの穴駒発動しちゃうね。ちょっと考えましょう。お、これは避けれるか。避けれない。どまえ、メイティス出ちゃうのはやばいな。さすがにメイティス出ちゃうのはさすがにやべえな。まあこれちょっと角いきますか。はい、ちょっとこれはヒュプコンボでしばかれそうな感じするんですけど、ちょっとその6うまいな。罠ゴマ張ってからの6はうまいっすね。まあでも言うて罠回収してる暇こっちにもなかったんでね。これで飛ばされたらドンマイです。飛ばされるか。まあこれはドンマイ。ちょっと OP ヒュプ OP。 まあまあしゃあないしゃあない。初手アルカードも食らってるし、正直ちょっと猛攻止められなかったね。てかヒュップって普通に火力高えな。ヒュップ終わったら火力低いよとか思ってたけど、そんなことなかったって。まあ今のはウンディとか引けてたらワンチャンあったっすね。ウンディとか俺打ってないよね多分。ウンディロックに対してウンディ張れてればボルトヒールかましてワンチャンあったんかな。どうなんだろう。まあ言うてミヒカリの子も2回食らっちゃうんで多分無理だと思うんですけど、わかんねえ。まあ今のはドンマイドンマイ。ヨーガまたヨーガまた。結構火力自体はねちゃんとマカミも出せたし良かったと思うんですけど、ちょっとあのトゥールラは OP ですわ。来ました、フェリア。お願いします。でフェリア相手こそ初手が大事なんですよ。2手目 X バカ怖いんでね。もうなんか X 打ちそうな顔してないこの人。なんでまあこれね普通に意識からいきますわ。2手目 X 警戒です。まあこうなると別にメルベリーダの意味なくねとか言われそうなんですけど、まあ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 。マジで X きついんでねこのデッキで。あの罠ゴマ、まあ、ポーリプスだと思うけど、じゃなかったら嫌なところで終わるな。まあでもこれは普通にこっちでいいや。 D6 にねコンボ転結あんま強くない気がするんでね。なんで俺はちょっとこっちからいきますわ。でポーリプス回収して買いくれて、で右上 X だと思うんだけどな。シンプルに祭りとか貼られるのは普通にきついけど、やめろ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 。どうすんの。いやでも悩んでるな。忘れない。おーし、罠ゴマ2枚目か。ポーリプスの後の2枚目、ときめとかリリティエとかは全然ありえる話だな。ディナー残しときたいけど、メイティス貼るのはさすがに痛すぎるんだよね。ザフキで様子見るのもありだけど、どうなんだろうな。回収するなら早めに行きたいところではあるんだよね。後の動き弱くなるから。これビナ張ってもいいんだよな。まあ、でもいいや、一回ザフキしますわ。正直ここは悩みです。ポリプス来い。まあ、来ないわな。まあ、そんな気はしてましたね。だって正月ポリから切ってないし、あ、でも逆か。こっちのポリから切るんだったら正月ポリの可能性もなくはないけど。まあでも、まあそんな気はしたわ。わざわざ変置きの罠なんでね。まあでもね、大丈夫っす、大丈夫っす、大丈夫っす。これ、2ターン連続手駒に特殊来なかったらワンチャン F3 進行もある。おー、コロッちゃん。まあ、OK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 。カリスって良きな感じはするね。で、コンボが組めそうなタイミングでビナ張りたい。あ、これ、ちょっと早めに回収しますわ。ビナは絶対に出さないといけないんで、どっかで。だから、これちょっとここで回収しといて。あ、いいっすね、いいっすね、いいっすね。素晴らしい。素晴らしい。で、これはどうだ ?E6 とか来んのか。まあ、それから E4 コンボ強コンボ置いてから E6? あるね。あ、でも俺 A に打てるわ。で、どうすんだい。オッケーオッケーオッケー。コンボあんま強くねえな。で、これは、まだビラ張らなくてもいいと思うけど、ビラ張りますね。あれです。コンボが強いんで、シンプルに。コンボの強い駒を置く。それだけの話であります。よいしょ。で、これで、まあ、このビナの狙いはね、もう一個あって、貫通を
あれ使わしたいんですよね、この弱いタイミングに。なんかランタン引かれてから貫通とかされるのマジできついんで、ちょっともう逆にここで使ってっていうね、使ってもろていいっすかっていう。このでこれでもただ B4 怖いんですよね。 B4 コンボ強くまとか打たれるの怖いんだよな、やめてくれ。 OK 貫通引き出していく。よし、ここで貫通引き出したらマジででけ。はい、アラジン、さすがに2手飛ばしもいそうかな。まあでもこれボルトヒールかまして、よいしょよいしょ。さあヒールはまあまあですね。でで、エンデガとか打たれても、あーでも意外と削られるな。4200ぐらいになっちゃうな俺の HP。 合ってる合ってるか。エンデガで繋がれたら42ぐらいまで削られちゃいますね。まあでも相手ランタン行かれてないし、ビーチ打てば相手1枚返ししかないんで、1枚返しだったら体力速エリアスとか含めて、んイシタルはさすがにまあやばいかもしれない。イシタルはやばいかもしれない。まあでも一応エンデがまだ耐えれますね。なのでここはキリュウで引いていく。ちょっとくさびの本数見ますわ。6の9の12本で1本増えて13本、1本増えて13本か。5本消滅、6本消滅、うん、いやアラジン打っちゃいます。よいしょ、あいいとこ消滅しますね。でこれで雷撃入れて次 A4 で飛ばそう。シェムキリ打たれてもカリスあるし、デガも耐えれる、大丈夫。何がきついんだこれ、イシュタル打たれた、あれか C1 ドラケンとかそういう捕食とか来たらやばい。どうだどうなんだ、一体どうなんだ。捕食量高いんでね、祭りでした。危ねえ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 、怖い。んよし、ひろゆきないけどカリスがあるんだよこのデッキには。ない、オーケーオーケー、ビナコも強い、素晴らしい。ビナにするか他の駒にするかはね正直好みが出るんですけど、まあ、使いやすさは多分ビナどうなんだろうね。早めに引いたら適当に金馬とかもちろん置くのは全然強いんですけど、まあやっぱコンボ火力出るしな、初手性能もあるしな、一応相手が X 進行のデッキだったら。てかウィブ使うからにはやっぱこのビナとかそういうね、自キャラ依存は優先的に使いたいっていうか、せっかくそいつの持ち味を生かすならっていう話、そういうね。なんこれ臨シャン解放、あれ臨シャン解放ってこういう かけ方だっけ、覚えてね。いらっしゃいませ。いやネルギャル、マジか、メルベ、シアン、ギルガメッシュよりも古い、このウィブサムニアよりも古いネルガルが来ました。召喚対決ですね。面白そう。これネルガルって要は何なの、シアンなの、こうどういうあれなの、召喚だよね。あ、でも永続召喚じゃないのか。あれか、召喚した場所に居続けるタイプの召喚か。あの、2枚召喚とかするんですよね、確か。まあでもこれはね、これ一番ウィブの強いところだと思う。ウィブからのメルカバー。これほぼほぼ初手ゼウス打ったのと変わらないぐらいの動きかもしれない。これが一番強いところだよね。さあ、相手出が切った。で、これは回収ダメージ 70% か。で、6% のダメージ。ほうほうほう。って考えたら、シアンってほんと化け物だな。今見たけど。シアンってさ、これコンボについては確かにエレシュギャクガルの方が対面強いけど、こっち1800ぐらいから強いけど、永続で出るもんな、シアンって。さあそっち来る、もういいダメージですね。んーで、ここに引き、ちょっと一応ネルガルのコンボは確認、 12% 削りか。まあキリル打っちゃいましょう、雷撃で攻めます。雷撃でやっぱこのデッキ雷撃なんて、キリュエルがほんと強い。雷撃版ウィーブみたいな、それテンションで出したらそれ強いわ。で、さあエレシギガル来る。そいつのコンボそんな問題ないな。イーサン進行でいいな、これ。で、くさびの本数的に団長打たなくていい。で、こういう時のラサスほんま強い。で、今回のね、チャンピオンシップの報酬ラサスなんてね。ラサス持ってない人は やるべきですね。ラサスって一応カプセルの駒なんで、結構前のカプセルの駒なんで、意外と持ってない人多いと思うんですよ。昔からやってる人は
まあ、持ってるかもしれないけど、そうじゃない人はね持ってない人多いと思うんで、朝さ必ず取りましょう。でこれで、なんか団長って多分弱いんだよに。よひで踏み削ろう。踏みじゃないよね。オッケー。よいしょ。よし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 。いい感じ。F3 は相手目線ダブコンだし。どこ打つんだこれ。で F、F1 打つ。これ B3 とかで良さそうな雰囲気するけどな。だとただトゥールラほんと強えな。ほんと強えな、そのコマ。ほんと強えわ。ほんと強えな。今、ダブコンの状況なんだよな、こっちは。まあ、B3 アラジンでいっか。B3 アラジン打って、相手が A2 とか打ってきたら、ダブコン残るし、一回アラジンでゴリッと削って、ちょっとビビらせますわ。で、A4 打たれて、次飛ばせるかどうかか。まあ、ウンディーネ打てば、耐えれるこの可能性もあるから。フレブ、これウンディーネ打てば多分耐えれるな。むしろ逆に今飛ばせないな。ヒール強い。ウンディーネ打とう。ウンディーネ打ちます。で F2 に打たれて俺どうせないって感じかな多分。うん、 F2 があるのか。まだカリスだと飛ばせねえな。 F2 打たない。 F1 あるが果たして飛ばせるか。3750が完全で、ああ、マカミ引いたならもういけます、これはさすがに。カリスでもいけそうだったね。くさび増えるしな。どうなんだ、いけそうではあったな。いってらっしゃい。よし。よし。さあ、エルガルっていつのコマだっけ ?2019 年かな ?19 年かな、え、どっちだっけ ?20 ではないと思う。19か18なんだよな。19だったと思う。19だよな。なんかブリーチコラボの後ら辺できたような気が。あれ冬冬かな ?2019 年の。ちょっと覚えてない覚えてない。なんかアレスの後とかに、あれネルガルってガチ言ってたっけ、覚えてねえ。あ、いつだネルガル。結構前か。ダメだ。思い出せない。ちょっとネルガル使ってあげたくなったな、今の見て。これは今はときめくヒプノスね。オッケーオッケーオッケー。まあ、言うてヒプノスも登場から1年経ってるもんな。1年3ヶ月かな。イブサニアは登場から約2年経ってて、で今使われてないこと考えるとヒプノスの賞味期限ももしかしたら1年以内なのかもしれないっていう匂わせ。ちょっと今日匂わせが多いな。わかんないけどね。うん、まあ、匂わせツイートみたいなのあると思うんですけど、ちょっと、あ、ちょ、これ、なるほどね。そういうやらしいことしてくんのね。めんどくさいね。2600アドバンテージやろうか、そいつが。悩むなー、これさー。でも言うて、いや、これ、ちょ、ビナ張りますわ。ヒュプとトゥルラの火力もここでカットしよう。多分後になってビナー張るタイミングちょっとむずい気がする、この進行多分。まあ夏ブラは取ったんでね。アドリオはそんな負けてないはず。ただねこれね、ウィブだから X 進行しないといけない。ヒュップ打たないんだ。ほう、トゥーレラコンボえぐいな。どうしよう、メルカブー。ちょっと考えよう。グノンあんのかな、ないと思うけどな。これね、ウィブってこと考えたら X 進行したいんだよな。するか。トゥールラ取られたとして、大丈夫だろ。相手ヒュプ出せてないからな、何より。だから、X 進行。B3 進行してヒュプ出される方が嫌だわ。で、A に打たれるにしても、大丈夫だ。ヒュプ出してないのを、利用しよう、逆に。で、D2 なんか打てるかな。 OK。 アンパイオフィール、バイスは取られる可能性あるからな、一応な。ただこれだけでも結構強い。おい強い、あい強い。
で、これでヒュープ来るか。でもヒュープなんで打たなかったんだ、ユソンに。なんか狙いあるんかな、コンボ狙いとかするのかな、この後どうなんだ。これあれかな、わかったわ。あ、いやいや、分かってねえわ。あの、なんか初手に、初手ってか早めにトゥールだとか打ってるからさ、ラファエルの蘇生とかあんのかなって思ったけど、そんなことなさそうだな。だってブラ入ってるもん。ブラ入ってるってことはラファエル発動しないんだよな。ブラ入ってるもんだって。で、これでヒップ来たけど、どうするこれ。強い。シンプル強い。これまずいな。全然負ける可能性あるんだけど、ちょっとやめてくんない？その駒。クソ強いですわ。いや、どうしよっかな。バカきつい。ディナ切っちゃってるんだよな。こっちか。で、取らせて F4 で飛ばせると思いたいですね。雷撃クソ入る。2000と1234567 8枚で4500、6500、7900、いけそうだな。うん、いけそう、いけそう。何も来なければ。くさびの本数も数えておこう。今のうちに1234567891011121213本。おっと、そっちに進路を取る。F2じゃないと思うんだよな。一応考えよう。F2だとして、仮定して、いやでもこれ殴っちゃっていいよね多分。F2だったらもう俺、1500くらって、いや、シールドが負け筋なことある。いや、こっちにするわ、やっぱり。なんか、万が一踏みだったらやばすぎるから、こっちにするわ。え、これ、シールド打たれても大丈夫だよね。ラサスあるから大丈夫だと思いたいんだけど。大丈夫かな。いや、俺、なんか万が一、今のが踏みだったらと思うと、俺、ちょっとゾッとしていけなかったわ。こっちだったら、ダブコンの状況になって、で、F5 を取られ、ビナ。いや、でもビナの可能性もあるんか。トゥールラとフェイルノートとヒップでしょ。フレブ、まあでもフレブはさすがにいけそう。あ、待って、でも一応ヒール結構強いな、お前。ヒール結構強いな。ヒール結構強いな。ヒール結構強いな。でもさすがにいけるか。え、これいけなかったら、俺マジで、ギャン泣き。米早炊きで JK ギャン泣き。これいけなかったら米早炊きで JK ギャン泣きです。やめてください。さすがに行けたい。ぶねえ。ちょ、今俺踏みだと思って、ちょっとマジでゾッとしたわ。あれ、あそこに罠打つからさ。あ、でも踏みだったら E6 の可能性もあんのか。いやいや、ないわな、ダブコン通るもんな。いや、だからこそあれが踏みだと思ったんだよな。あぶねえ。まあでも、うん、まあいいや。あれはね、あの、相手から飛ばされることがないから、あれが、あの、サイカだとしても耐えられる可能性だけ怖かったんだけど、まあまあ、なんとかなんとかになりましたね。あぶね。あれで飛ばせてなかったら俺、米早炊きで JK ギャン泣きでした。はい。うわー、ヒュップ多いね今日。どうした、なんだこの空前のヒュップムーブ。ブーム、ま、間違えた。空前のヒップブーム。おっと、初手は伊勢ですか。やるじゃねえか。やるでねえか。初手倍勢ですか。初手ルキアだ。相手はルキア出してた。俺だ、倍勢を出すの。成り打ちとかくんのか。どうすんの。うお、あ、火力の方ね。シールドの方で出されたかと思った。いらっしゃい。おー、メルカバー。でもこれ、あ、いや、いけるか。出して頼む。オッケー、次メルカバー受ける。オッケー。いや、これが強いとこよな。
イブからのメルカバーができる。これが強い。このセットアップですよ。いらっしゃい。おー来たね、シェムケリー。ちょっと君の存在忘れてたけど、生やして、まずは生やしてね、まあ継続ダメをちょっと大きくするのは大事でも、できれば相手に踏ませたくないから人雷スキルも早めに打ちたいみたいな、そういう感じなんですよね、自分の転結スタイルは。それが正しいかは知らんけど、あるか。ただこれはね、グノーと違って強い、あ、間違えて今ネタバレしちゃった。あ、もう最強ですこのキルエルは。いやでもこれについてはあれなんですよ、イーブの強いところなんですよ。グノー打たれてもこのシーチのコンボが残る可能性がある。そう、ディートリヒと違うとこ、これディートリヒだったらこれグノー打たれたら結構やばいんですけど、うひょー、普通にやべえかも来た。ちょっと召喚見てからっていうか、刺激見てから。はい、なるほどね、削りに行こう。いやーこのコスパの良さよな、くさびの杖、このコスパの良さ、どんどん削っちゃいます。でしかもさ、そう、これ仮に C5 とか来てもウィブのコンボ発動できてるっていうね、キリュエルのコンボはこのコスパの良さが強みですね。でここ団長いいですね、団長出していいか。まあアラジンは絶対ねえな、回復入れたとして意識打ってから D2 回復力のいいのかな。いやそんなことないと思うな、さすがに団長か。 OK、 いいですね、コスパ、あ、このコスパよね、この火力のコスパの良さが強いとこで、団長のコンボで次飛ばせる可能性はあるね。ただアラジンだとちょっときついか、イブ。いやこれ結局ここだな、ここの引き次第だな。イブ出されてるから回復スキル打ったところで多分俺飛ばせてねえから、あー終わった。いや一応増えるな、1個につき700、こっちの方が強い。団長コンボ使えねえわオーマイガー、そっか1本足んねえのか、1本足んねえ発動条件がやべえか、これやばいねいやこれやばいねB さんやばいね、耐えるしかねえ、マジかマジか、ウィブの弱いとこ出たか、逆にこれくさびを、これ召喚によるくさびだから召喚できてないんですよね、 C1 進行だと。あ、これ飛んだわ、どんまい、あと1本足んなかった、あと1本。いやでもあれは団長以外の駒から出しても似て飛ばしできてないっぽいんで変わんねえかな、多分変わんない。そもそも団長打たないとアラジン打てなかったし、さっきのターン、いや相手にくさびって踏まれたっけ、さっきの。ちょっとそこ覚えてない。あと1、いやあと1本だな、あと1本あればな、多分いけたかな。相手6600ぐらいだったよね、5で、3増えて3900と6000、あ6000出せるなら来撃で、で通常攻撃込みで、あいけたね、惜しい、あと1本、あと1本だったね、どんまいだね。うーエルロージュ、エルロージュってウィブとほぼ同期だな、確かアポロンの同期なんだよエルロージュって。でその1ヶ月後にウィブが出たんだよ確か。さてよろしく、いてエルロージュだったら多分2手メックスないと思うんだよな、こいつコンボスキルコンボ8枚以上だしライフボなんで、なんでこれちょっと安心してウィブいきます、安心します。ただ高校だと結局シムキリ2手目に打てないっていうね、イブからの2手目で打てるのが強みっていう話はしたんだけど、高校だと無理、しゃあない、ここは無理です。おっとで F3 にねくさび召喚するのもマジで良くないですね、絶対踏まれちゃうんでね。でキリュエルは最強です、マジで思うけど、これキリュエルほんと強いよね、これロイヤルバトルで使えるのこれやばない、この子はほんま強い。さっきのコンボもね、すごいねコスパにいい火力出したから、まあさっきのについてはウィーブとかだったらくさび消滅っていうかくさびを消費してないから買って出す説はあるけど、まあたらればなんで、はい、
で、ここのメルカバはマジで強い。ナイス。ナイス。ペトラか。そこペトラか。もう結構削られちゃったな。これあれか。リアンツィルのところをエルロジュにしてるって感じか。要は。要はそういうことだろ。どうすんの？うひょー！香ばしいね、君。君、香ばしい、それは。非常に。非常に香ばしい火力の出し方してる。コンボの強さでいうとビナだよね。ビナか。うん、こうなったら俺もダメージ勝負だ。ナイス。OKOKOK。相手も打たれ弱いはずなんでね。で、ここでビナを張ることで、イグナーツ持ってるかの確認 しよう。イグナーツ持ってたら絶対打ってくる、ここ。F さんがね、ペトラだから、結構ここから火力出すのきついと思うんだよね。ペトラってこれ、自キャラないといけないからさ。ファビオ。うん、これ取りでいい。うん、大丈夫。これ右ウェックスとか打たれても俺が E1 打てばなんとかなる。相手ペトラコンボないから。でこれ一回先に回復しとくわ。2000の、まあ、火力出してもよかったかな。どうだろう、まあ、でもそうだな、イグナーツ持ってなさそうだもんな。火力出してもよかった説ある。で、一応これ自分のキャラゴマ確認しようか。1、2、3、4、5、6、7。で次で8枚目かな。8枚、ってことは 16% じゃあ 15%、 4000、 無理だな。ロックメイティスで勝てる状況にもしときたいので、メイティスでも、メイティスでもいいか。これこれ、いや踏みだったらやばいか。アラジンしよう。あ、いやーこれビナとかあんのかな、相手。あんのかな。エルロ、ペトラ、ワホメット、ビナ、トゥールラだと思うんだよな。残り1枚ビナないと思うんだよな。あったらお手上げ。あっても飛ばせたりしねえか。雷撃と荒れ込みでいけねえか。2500と4000。いやどうかな、怪しいこれ実際ビナ来たらちょっと怪しいってマジでゾッとするわ。うん、オッケー、なんとかなりそう。ちょっと計算してみるか。これで雷撃を含まない火力の半分になるって考えよう。ってなったらビナどれぐらいかとする。4250ぐらい。ああ、いけたかな、さすがにビナでも。大丈夫そうだったね。よし、そんなリアンツィールの代わりにエルロージにして、ペトラとバホメット許さずつってもね、実際このビブっていうのは HP 自体はなかなかのものなんでね。ああいうゴリ押しには強いとこあるよ。なんかそのいい感じのゴリラに弱いけど、なんだろうな、シンプルゴリラだったら大丈夫だけど、いい感じのゴリラはマジできついヒュップみたいな、なんかそのフェイルノートとか出してくるみたいなね。フェイルノートやってることゴリラでもあるけど、インテリゴリラなんだよな、あいつ。あのインテリゴリラほんまあかん。さてと、んーで、リアン来ましたね。これはインテリゴリラなの？いや、インテリゴリラではあるかもしれない。どうなんだ？どうでしょうかね。インテリゴリラなのか、それとも。あー、インテリゴリラかもしれない。平行から打ってきた。嫌だな、それ。一回メイティスで削ります。俺もね、あの転結ゴリラするから。そっちがインテリゴリラだったら俺転結ゴリラするから。こんなま転結ゴリラですよ。おっと、リーニーゴリラやろう。どうする、よいしょ。はい、意識打ってあげて。オッケーオッケーオッケー、よし、まあ大丈夫。リーニーは今コンボ弱いし、相手この後の展開的にどうなるんだ。これカードとか、いい感じの、いい感じのあれしてくるね。
いい感じにあれやってくる。でここに火、うわーうわー、悩む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 、これ B6 キルエル打つか悩むな。で右下 X しか打てない状況にして、 B でも、ね、本当は B3 打ちたいんですよ。リーにコンボ弱いし、相手の打ち方的にもあれだから。でもな、キリウェル打つなら今なんだよな。いやいや打つわ。で右下にやばい駒が来たら真神で取るか。うん、くさびの本数減らさずに真神の火力出せるようなもんだからね、ウィブのコンボ。中途半端にやばいのか、どうなんだ。いやでも結構相手削ってきてんな。いや悩み、ここ悩み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 。あ、ビナ引いたんなら取っちゃうか、なんとかなるだろう。ビナあるんなら知らんけど。ほい、さくさびの本数減らさずに殴っていく。お、強いね、これがインテリゴリラだ。さてさて、バイセ、これ D5 ビナでいいっすね。で相手のビナが怖いとこだけど、一応カットした後俺が一発されるランスある。相手キャラゴマ少ないからな。はい、アラジン来た、素晴らしい。オッケー。でこれ相手ビナ取っても俺キリエルのコンボ残ってる。よっしゃ、連打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 。なんならビナ来てもこれ飛ばせそうだな。アラジンあってキャラゴマ結構あるし、これもらったな。オッケー、トゥールだね。いややっぱビナ強いわ。ビナ強い、今環境強いな。ビナ普通に神殴りも見れるし、結構特殊出される思ったより。よいしょー、あよいしょー、オーケー。ウィブいいね、勝てるね。ウィブいいじゃん、いけるやん。みんなディートリヒのこと好きなんやから。まあ、ウィブはね、今は進化の方が使われてんのかな。まあ、進化ウィブ強いもんな、タイガーやと強いもんな、わかるわ。いまだになんかサンタンスキルの駒出てきたら、なんかウィブと比較されるもんね。その時点で2位、最高2位。これまずい。最高2位ですって、皆さん。2位ってすげえな。戦慄の竜巻でしょ、要は。あ、これビナ刺さるね。戦慄の竜巻でもありながら、え、2位でしょ。組織のナンバー2ってことでしょ、要は。オッケーオッケー。まあ、俺はそういうランキング系に弱いんで。男の子っていうのは基本的にね、あのランキングに弱い。はい、あのあれ、テラホのアドルフとかも2位だよな、確か。2位。さーて、おお、いいですね。まだこれキリウェル打てるんで。マジでキリウェルのね、キリウェルの使い勝手の良さがもう伝わりまくってる。こいつほんま強え。いやーいいっすね。まあ、ウィブでよくねみたいなシーンもねちらほらあるけど、基本的にはキリウェル強いと思うな。おっと、春は聞きましたね。そのアキちゃん嫌だな。ちょ、これね X 打たずにいきますわ。相手神単対面ってのもあるし、ちょっとね一回攻撃しますわ。多分イサン打たないと思うんだよな、キリエルのコンボ見て。で水持ってなさそうだし、オッケー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 。これボルトでいけるから、これはいいっすね。悪くない悪くない。でここ、はい、よし、オッケー。でこれボルトヒールかます。うん、いいっすね、いい流れいい流れ、めっちゃいい流れ。まあ1個問題あるとしたら、あのあやめの位置3手先ぐらいで相手にダボコにされちゃう可能性があるんですよね。だからこれ D2 に進路を取ってもいいかもしれない。ミューズ越え、おひょー、これミューズ持ってねえな。イシュタル入ってるわ。オッケー。ミューズ持ってないのが分かっている。コンボ2倍を許容するかどうか。まあでもさすがにここちょっと転結展開したいな俺も。はいはい、さかゆく、もうほんと E6 打った方が良さそう。あー、E6 打ってもよかったな、これでキビナ入ってるしな。ウンディもあるし、まあまあいいか。え、でもあとこの召喚ゴミです。ピリカってことは S アタッカー持ってなさそう。さあここ大事ですね。いらっしゃい、マカミ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 本。
団長の召喚込みで、くさび込みで8本になってから3本だから11本。うん、これいや難しいとこだな。マカミ今打たないと多分打つタイミングないんだよな。ないな、ない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 。あのこれ召喚できないんで、ちょっと召喚事故っちゃったんで無理っすね。これマカミここで打たないと、一応 これあのシェムキで打てなくなっちゃうんですけど、もうしょうがないと思うわ。今打つしか多分ないタイミングが。でこれ食らってよし、まだ次耐えれるな。エーティス、いやーこれむずい。いやむずいね。メイティスから打ったとしたら、いやこうだな。これで、うん、相手シェムキリーコンボは絶対してこないんですよ。飛ばせないから。問題2手耐えれるかどうか。うーん強い。ここでビナ引けるかどうかだね。ブラダマンテとか来たらしいんでしょ。オッケー来たわ。よし来た、唯一の勝ち筋。シールド引くしかなかったっていう。これ召喚事故っちゃったんでこうするしかないんだよな。うん、召喚事故っちゃったかんな、しゃあない。さあこの絶望のビナ、よっしゃー、さすがにビナ強い。いやこれじゃ召喚バカ事故ったっすわ。 D4 に1体でも召喚してればね、こんな苦労することなかったんですよね。よっしゃ、ありがとうございます。いやこれちょっと召喚事故った。危ねえ危ねえ危ねえ、マジ怖え。E6 でよかったかな、召喚事故考えたら。ちょっと身分の弱いとこばっか見せちゃって申し訳ないけど、やんなことねえから、んなことねえから、たまたまだから。いやでもマカミ先打ったのはまあまあまあ良かったんじゃないかな。発動できなくなっちゃうからな、あそこで打たないと。あの召喚絶対できないから、あの団長終わった後、何本だっけさっきの11本で6本、5本で、まあできたとしても火力出ないんで、あんまりやっててよかった。ってことでウィブ使いましたけど、まあうまいこと使いこなせたらまだ全然強いとは思いますね。あのディートリヒ持ってなくて逆にウィブだけ持ってるみたいな人、いや逆にいると思う。何超ゴマとかさ、たくさん引いて転結コレクションまでなんか回せてないみたいな人だったら、まあ仮にね使っていくっていうのはありだと思いますね。でマカミにするかどうかとか、まあ、ビラ入れるかどうかとかは結構人によって好み分かれるところなんですけど、まあでも正直どっちでもいいとは思うし、全然なんかいろいろ適当に組むだけでもいいと思うんだよな。とりあえず言えるのは転結スキルは入れましょう。で団長はまあ持ってない人多いとは思うんですけど、まあこれはもうしょうがないです。あのでも逆に団長持ってないからこそウィブ使うのあるかもしれない。ウィブって団長なしでも結構転結ポンポン出せるんでね、逆にね、逆にプラスに捉えましょう。ということで、よかったら使ってみてください。また次回しましょう。この動画面白かったら高評価、チャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。